ロスンヒは、バージニア工科大学縦乱射事件の犯人である、在米韓国人。バージニア工科大学の学生と教授、教員合わせて32人を射殺後に自殺した。1984年1月18日、韓国、ソウル特別指導ミネク生まれ。1992年、8歳の時一家で、韓国のソウルからアメリカミシュガン州、デトロイトに移住。 町を含む家族4人は韓国籍であった。アメリカ永住権所有者である。2003年、バージニア州フェアファックス郡のウェストフィールド高校を卒業。2005年11月2人の女子学生からストーカー行為で警察に告発された。その後、自殺の恐れがあるとして、バージニア州モンゴメリー郡の精神病院に短期間収容された。 2007年4月16日、チョはバージニア工科大学の英語学科4年に在学中に32人を銃で殺害した後自殺した。最初に寮で2人を射殺、その約2時間半後に大学の教室で30人を無差別に射殺した。その後、アメリカ NBC テレビに届いた小包によって、彼が1回目と2回目の殺人の間に自らを映した画像、 動画や手紙を同局宛てに送っていたことが分かった。蝶は、ストーカー行為の他にも、放課の前歴があった。周囲からは異常人格者と思われ、指導教員にカウンセリングを進められていたという。また、幼少の頃から、ほとんど喋らず、熱心なクリスチャンである両親は、毎日教会で、息子が喋れるようにと祈っていた。蝶知る牧師は、反抗生命のビデオテープを見た際に、 こんなにまともに喋る彼を見たのは初めてだと語っている。2015年8月26日に起きたバージニアテレビクルー射殺事件の犯人は超賞賛し影響を受けたことを表明する犯行声明文をテレビ局に送りつけている。ドルオーヤリアン教主、長所広史在道学眼中、おサむぜ、恐怖的化身、ザドン。 ailbo,http://china.donga.com スラッシュビッグスラッシュ srv スラッシュサービス .php3 バイドイコール2兆70億4193万75882007年4月19日閲覧久ミ新長賞広史寺白書編 ザ・チョスン・イルボ、http コロンスラッシュスラッシュチャイニーズ .chosun.com スラッシュビー・イジーゴスラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ html ディル2007-0419-20兆704億1900万 7HTML2007 年4月19日閲覧。実質に学生なじるメモ帳容疑者精神的に不安定。東京新聞。 2007年4月18日閲覧。エリン・マクラム・ベスター、リー・フラナガン2、AK ・ブライス・ウィリアムズ、ネームド・アズ・サスペクト・イン・ライブ・ TV ・シューティング・イン、バージニア・ NBC ニュース・オーガスト26・2015、ハット・アフター・シューティング、アレッジ・ド・ガンマン・ディ・テールズ・グリーバン・シズ・イン、スーサイド・ノーツ・ ABC ニュース・オーガスト26・2015。ありがとうございます。